皆さんこんにちは。不気味なアニメがあるというコメントをいただいたので、今回はそれを紹介します。閲覧注意です。それではどうぞ。ようつべにアップされている、不気味なアニメがある。それがこちらだ。普通のビデオにもあるような警告文が表示され、アニメが流れ始める。表示されている文字は、Let's make a new friend、新しい友達を作ろうという意味だ。冒頭からすでに作画がぶっ飛んでおり、何のキャラクターなのかさっぱりわからない。さらに、男性の叫び声も聞こえてくる。ノイズとともに、口だけののっぺらぼうのような男が映し出されたり、目玉のようなものが大量に表示されたり、と正直言って見ているのが辛くなるアニメだ。このアニメが突如として2006年にアップされたのだが、このアニメが何なのかいくつか噂が囁かれている。単なるアニメではなく、使われている音声は、スナップフィルムの音声が使われたもので、殺人事件を示唆しているとか、このビデオは日本のとある森で見つかったとか、どうやら普通のアニメではないらしい。今回はこのアニメが何の目的で作られたのか、真相を追っていく。陽気な音楽に不気味な映像って、結構怖いですよね。それと、日本の森で見つかったらしいですが、どこなのか気になります。さて、この映像が何だったのかを調べてみましょう。手がかりは、概要欄にあります。これですね。音楽と作画は、D2K1 のデイブという人物によって作られたと書かれていますね。この、D2K1、は何なのかというと、各学校の生徒たちが、様々なジャンルで作品を作り、それで競い合うコンテストのようなものらしいです。おそらく、2001年に行われたコンテストの作品が元となっているのでしょうか。公式サイトを見てみると、学校名が書かれており、参加チームの紹介文のようなものが記載されています。読んでいくと、デイブ、という人物の記載がありました。この人がアニメの元ネタを作った人物である可能性が高いです。また、一部の音声はある映画から持ってきたものでした。叫び声は、Cry from Within、陽気な音楽は、ヒューマントルネード、から取られたものです。さらに、投稿者であるマイケル・ロビンソン、も映像作家として有名な人物らしく、おそらく先ほどのダベシと共同で作ったのだと思われます。ちなみに叫び声の噂についてですが、スナックフィルムが元となっているという話は、もしかして映画の叫び声がそういうシーンなのかと思ったのですが、そういうわけではなく、悪魔払いされている男性の声みたいです。元となった映画は双方ともに舞台は海外なので、日本の森で見つかったというのも、なぜそのような噂になったのかは不明です。いかがでしたでしょうか。実は、すでに真相はネットに書いてあるので知っている方もいたかもしれませんね。ただそれだけ書いても面白くないので、一応補足を追加して書いたつもりです。